今朝、沖縄県の尖閣諸島沖の領海に中国の漁業監視船2隻が一時侵入しました海上保安庁によりますと午前6時半過ぎ尖閣諸島・久保島の北北東22キロの日本の領海内に中国の漁業監視船2隻が侵入しましたその後2隻は領海を出たものの現在も接続水域を航行中で海上保安庁の警告に対し 中国の管轄海域において正当な公務を行っていると無線で主張しているということです政府は総理官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し分析を行っています